こんにちは、ネックス工業のセイラです。今回取り上げるテーマは南鳥島周辺に眠るとされるマンガンノジュールです。深海の底に眠る、まるで宇宙に浮かぶ惑星のような丸い物体をご存知でしょうか。このマンガンノジュールは地球の神秘を解き明かす鍵となるかもしれないとされる一方で、人類の未来を大きく変える可能性を秘めています。今回はそんな日本にどれくらい埋蔵量があるのか、新資源マンガンノジュールとは何なのか、どのような使い道があるのかについて詳しく解説していきます。それでは早速見ていきましょう。南鳥島沖に2億トンの海底資源を発見。日本の最東端の島である南鳥島の周辺海域には貴重な海底資源が眠っていることが調査によって明らかになりつつあります。今回取り上げるマンガンノジュールもそうした海底資源の一つです。日本財団と東京大学は南鳥島沖にレアメタルを豊富に含む約2億3000万トンのマンガンノジュールを確認しました。その他にもコバルト資源量は約61万トン、ニッケル資源量は約74万トンに達し、これは日本の年間消費量の75年分に相当します。レアアースは日本の基幹産業であるハイテク産業やグリーンテクノロジー産業に必須の金属であり、電気自動車やスマートフォン、LED など私たちの日常生活の様々な場面で活用されています。しかし現在世界のレアアース産業はその大部分を中国に依存している状況です。この中国への依存問題は深刻になりつつあり、対立関係となるアメリカに対しては2019年の貿易戦争では中国はレアアースを重要な戦略資源と位置づけました。つまり中国はレアアースを人質に外交カードとして使おうとしており、かつて日本に対してもレアアースの禁輸措置を取ったことがあります。こうした危機に対して日本政府はこれらの資源を一定量備蓄する政策を打ち出しているのですが、これはあくまでも対症療法に過ぎません。このような状況を打破するため、アメリカをはじめとした先進諸国はレアアースを筆頭とする重要資源のサプライチェーンの強靭化に取り組んでいますが、未だ問題の解決には至っていません。国の基幹産業の命運を他国に握られることのない資源安全保障を確立することは日本にとっても喫緊の課題といえます。マンガンノジュールとは、今回フォーカスするマンガンノジュールとは深海底に分布する海底鉱物資源の一つで、直径数から十数センチほどの球状の段階です。岩石のかけらやサメの歯などを核として、その周りに鉄やマンガンの硬化物が沈積し同心円状に成長します。実はマンガンノジュールは、その存在は1960年代から世界中で開発計画が持ち上がる物質でした。開発に向けて1960年代と1970年に工業団体の間で大きな活動が発生しています。有望な資源を調査し、採掘と精錬の技術を研究開発するために数億ドルもが投資されました。アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、西ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、日本が参加する4つの国際団体と、フランスと日本の子企業と機関によって研究開発が行われます。この動きの他にもソビエト連邦、インド、中国が公的資金を投入しての研究開発が行われました。そして1970年代の中盤になると、東赤道太平洋の深海平原からマンガンノジュールを採取することに成功。採取したマンガンノジュールからは多くの量のニッケルや銅、コバルトの含有が確認され、プロジェクトの有効性が確認されましたが、プロジェクトで養われた技術とノウハウはまだ一度も商業化されていません。というのも、マンガンノジュールに頼らずとも2000年頃までは
ニッケルの生産量は十分あったということが大きいです。逆に言えば、近年のレアメタル需要の高まりが、マンガンノジュールが再フォーカスされる最大の理由でもあります。また、開発が進まなかった理由としては、採掘コストが合わないことに加えて、法律上の問題もありました。発展途上国を中心に、深海底の資源は人類の共有財産として扱い、収益は開発国と残りの国際社会で配分されるべきだという主張が唱えられ、1994年には公海における全ての深海採掘を操作する責任を持った国際海底機構が設立されました。つまり、公海領域の資源開発は国際機関がメインとして行う体制となったのです。ちなみにアメリカは探査の初期に重要な役割を果たしましたが、この国際海洋条約には加盟していません。その他にも海底の資源ということから深海の生態系への影響調査が難しいという点もあります。深海の生態系というのはまだまだ謎が多く、開発を行うことでの環境面への影響を調査することが困難なのです。こうした理由からマンガンノジュールの開発は進みませんでした。しかしながら、近年のような情勢を考えると、マンガンノジュールを開発して安定的に資源を確保するというのは自然な流れと言えるかもしれません。マンガンノジュールの使い道。そんなマンガンノジュールですが、日本の排他的経済水域に存在する意味は非常に大きなものです。マンガンノジュールにはエコカーやスマートフォンに使われるリチウムイオン電池や、次世代蓄電池として開発が進むフルオライドイオン電池に必須の資源エネルギーであるコバルトを多く含んでいます。コバルトは価格変動が激しく、供給リスクを常に抱えているのが実情です。そのため、マンガンノジュールからコバルトを取り出すことができれば、コバルトの安定確保に大きく寄与できることが考えられます。現在ではコバルトも含まれるレアアースやレアメタルの市場価値は莫大なものとなっています。これらの素材は次世代産業や最先端技術開発に必要不可欠な材料であり、レアアース産業の経済規模は年間5兆円ほど。中国はこの分野について非常に強い関心を示しており、南鳥島 EEZ に隣接した海域でマンガンノジュールとコバルトリッチクラストの鉱区を相次いで確保しました。さらに中国は日本の EEZ 付近でレアアースデーについてもその調査を精力的に実施しており、レアアースやバッテリーメタルの市場における自国の優位性のさらなる強化を狙っています。つまり、最悪のシナリオとして経済安全保障を確立できなければ、日本の目と鼻の先で生産されたレアアースやバッテリーメタルを中国から買うということになります。ですので、日本が海底資源の開発によって貴重な資源を確保するというのは非常に現実味がある話と言えるでしょう。1日2500トンの実証試験を開始。そのような事態を避けるためにも、開発技術の早急な確立が重要です。これまで日本では調査という段階にとどまっていましたが、商業開発を目指し採掘実証が早ければ2025年にも行われる計画が発表されています。1日あたり2500トンもの量を採掘するという実証試験で、マンガンノジュールの分野では大変大きな一歩です。国内でマンガンノジュールを大規模に引き上げる計画は今回が初めてということで、成功すれば実用化に至っていない日本周辺の海底の鉱物資源の活用に向けて弾みがつくと注目を集めています。最大の課題となるのはコスト問題ですが、マンガンノジュールを引き上げて採算が取れるようになるためには、1日あたり2500トンという実証試験の規模はまだ十分ではなく、さらに4倍ほど拡大する必要があります。このコスト部分の課題は大きいですが、今回の採掘実証が成功すれば採掘規模の拡大問題を解決に導くとも言えます。
ここまでマンガンノジュールについてお話ししてきましたが、改めて感じるのは経済安全保障のための資源確保は重要であるということです。歴史的に見ても資源確保のために戦争が勃発するというのは何度も繰り返されてきました。マンガンノジュールから採取されるコバルトなどの貴重な物質は自国の安全保障に直結すると言っても過言ではありません。日本がこれらの物質を安定的に確保できればその意味は非常に大きく、少なくともレアアースショックのような事態から逃れることにつながるでしょう。最後に一つ質問です。皆さんはマンガンノジュールの開発の可能性についてどのように思いますか？コメント欄で回答をお待ちしております。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。またネックス工業のスポンサー様も募集中です。特典も用意していますので、合わせてご確認いただけると幸いです。今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。